リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。いや可愛すぎるのでね、動画を回してしまった次第でございます。何が可愛いかってね、今ここにいるロペ様とルフ様ね、はい、ロペ、まあ男の子がロペ様、女の子がルフ様、まあくんとちゃんでもいいんですけれども、ちょっとね高貴なる存在と私は思っていて、その夫妻がですね一緒にシェルターに入ってるんですけど、見て見てこれ、人もね顔出してるの、かわいい、何それ。でね、右側にいるちょっと黄色めの子がね、あのルフ様です。色としてはマックスのトレンパーアルビノになるのかな。でですね、今こう顔がねちゃんと見えている方がロペ様、こちらがですね普通のマックスノーの子になります。あら奥行っちゃった。仲いいんだねこの二人ね。でね、私が、まあ、お迎えした理由としてはですね、まあお嫁さんが欲しいよっていうところでね、いろいろあってお迎えはしたんですけれども、この子たち2人だとね、トレンパーアルビノっていう、マックスノーとか関係なしにね、ロペの方がですね、ヘテロで、トレンパーアルビノを持っているので、おそらくそれでトレンパーアルビノが出る可能性もあるっていうのもあって、ちょっとねこの子たちの子供を見てみたいなっていうところで、まあ増えたとしてもこの子たちの場合はね、まだ飼育の環境が私が整えられそうというのもあって、今回ねお迎えしてるのもあります。いやー今一瞬だけだったけどね、可愛かったですね。ちょっと多分私の様子に気がついて隠れちゃった状態ではあるんですけれども、いやいいシーンが撮れたね。それだけでも満足です。はい、もうみんなね可愛いんですよ本当に。今下このねケージの下はすぐ下はシェフィーとねサニーくんがいるんですけれども、シェフィーはあの奥にいて、サニーはねここに、サニーはねちょっと怒りん坊なのでね、あでもなんか今は興味津々ですね。あなたあそこにあるご飯食べなさい、落ちてるやつ、落ちてるとか置いてあるやつ、大きい餌。てかハエが一匹いるね、気になるねハエ。別にそのバスキングで気持ちいいならバスキングをねちゃんとしときなさい。まあご飯食べたいなと思ったら食べるでしょ。落ちたんだけど、落ちたんだけど、ご飯食べたかったらその大きい餌食べてください。鶏肉、餌じゃないみたいですね。あ、奥行っちゃった。まあ動きたいなら動いていただいても構わないですし、好きにお過ごしくださいませ。はい、ということでね、ロペとねルフがねすっごい可愛かったんでついつい撮っちゃいました。いやなんかねみんな可愛いんですよ本当に。もうね可愛くて仕方ないの。サナちゃんだってね可愛いしっていうね、なんか全員映しちゃうんだけどさ、ね、このサンショウちゃんたちもね、サンショウとイモリね、サンショウはモノとクロがいて、沖縄シリケンイモリの方はカルとロウがいるんだけどね、カルもロウも可愛いし、あらギョロメちゃん出てるじゃない、あらギョロメちゃんお気に入りぶり、あなた私のこと嫌いだからそのままポーチに戻るでしょ。ほらやっぱり戻った、戻った、一緒で戻った、かわいいね、君たちかわいいね。ということでね、あまりにもかわいかったんで、ロペとルフを映したよっていうね突発的な胸がかわいくで撮った動画でございました。ということで以上ミントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。